こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。まあ、昨日ですね、ちょっと帰ってからですね、野菜が、玉ねぎがですね、余っていたので、やばいな、これこのまんまにしてたら腐らしちゃうなって思ったので、料理をですね、作りました。まあ、ちょっとですね、スーパーまで買い出しに行って、材料を集めてですね、作りました。まあ、何を作ったかというと、チャーハンですね、作ってみました。まあ玉ねぎを使った料理何があるかなって調べたら、チャーハンが結構多く出てきたというのと、まあ、個人的にですね、ちょっとチャーハンが好きだったり、まあ、あと、簡単に作れるよって勧められたりだとか、まあ、もろもろの事情はあるんですけれども、作ってみました。まあ、材料としましてもですね、玉ねぎ、卵、ピーマン、お肉、ぐらいでですね、まあ、簡単に作れるものでした。まあ、あと、ご飯ですね。なので、もしですね、興味があるという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひともネットで作り方とか調べてみていただければと思います。まあ、初めて私もですね、チャーハンは作ったんですけれども、想像よりもですね、全然美味しくできまして、まだですね、その料理のスキルがない人でもこれ、多分美味しく作れる料理なんじゃないかなと思いましたので、興味のあるという方はですね、ぜひとも試してみてください。まあ、他にもですね、こういった形でちょっと料理の紹介のようなですね、動画も上げていたりもしますので、まあ、気になったもの、動画がありましたら、そちらも見てみていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。